どうも高井です。ゼロから突破図を始める人が知っておきたい、うまくなると訪れる3つの展示回数制限。はじめに、突破図ってツイッターみたいにタイムライン式で動画が流れてくるメディアで、検索エンジンによって調べることができません。代わりにあなた自身がこの動画いいよねっていうものをタップして見ていくと、その見ている動画に合わせて AI が学習して流す動画を決めていく、そういうメディア。展示回数制限その1。私自身が2018年のゴールデンウィークに1本の勝負動画を作ったんですが、6日間で630回ぐらい再生されたんですよ。6日間ぐらい実は展示回数を猛プッシュしてくれるっていう、そういうサービスがあるんですね。それによって630回ほど再生されました。その動画は半年で5000回オーバーまで再生されました。ですが、突破図で始まったお祭り、その2つ目のお祭りで、私がアカウント内に作っていたコンテンツ1、2本がその時だいたい1万回以上再生されてたんですね。その動画が2つ目の祭りの時に再生されなくなった、つまり再生回数が停止してしまったってことですね。それはまだいいんですよ。その後から作ったコンテンツっていうのは6ヶ月再生されないばかりか、何も仕掛けていかなければ3週間で再生回数、継続的な再生回数の上昇が見込めなくなりました。展示回数制限その2。私自身が2ヶ月ほど前作ったコンテンツが投稿してから6時間ぐらい経った後に再生回数110回以上を記録していました。その動画は2日目に1000回で、3日目に2000回ぐらいを超えて、2回目に2000回、3回に3000回、まあ、6日7日合わせてその時にものすごい勢いで伸びてたので、合計で8000回以上再生回数が出たんですよね。その後3週間のもう継続的な再生回数の上昇によって1万回以上になりました。それがよっぽど気に食わなかったのか、突破図の AI によって次の動画から再生回数10分の1になっちゃったんですね。頭を押さえつけられました。そしてここ最近のことです。超プチ炎上の影響で再生回数が5000回ぐらいまでそれでもいった動画があったんですね。まあすごい炎上して叩かれたわけですよ。ですが5000回を超えて、そのことが原因でまた頭を押さえつけられました。3つ目の展示回数制限、もうプッシュが6日間あったのが1日もプッシュされなくなって18時間になった。結果再生回数は100回未満で終わっちゃったんですよね。つまり初心者の時はおそらくものすごい優しいメディアなんですけど、再生回数をドカッとね稼げるようなアイディアを使ったり、それによってあなた自身がすごい技術を磨いたり、もしくは正常な方法で技術を磨いたとしても再生回数がドバッといった瞬間にあなた自身も平等に展示回数制限を食らってしまうわけですね。なので熟練になればなるほど冷たい目でなっていくわけです。ただ初心者でもこのルールを知らないと、なんで俺何もやってないのにペナルティ受けてんのみたいになっちゃう。なのでね、長期的に考えると突破図よりかは YouTube なんですね。ですがヒットの感覚を磨けるので初心者にはおすすめかなとも思っています。あなたはどっちをやる？チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。